パソコンっちゅうのはもうこれでいいのかもしれんね。はい。はいどうも皆さんこんにちは。えー、チャンネルサトチュンでございます、えー。今回はですね、まあ今映ってました、えー、デスクトップパソコン。えー、これはね、まあヤフーショッピングで、えー、4,980円でね、まあ本体をまあ購入して、えー、まあ自宅にあるまあディスあのディスプレイとかまあキーボードにさしてね。 えー、2、3日ほど使ってみたので、えー、その間のね、感想なんかもお話ししたいと思います。はい。えっ、ー、とですね、まずね、まあ、このお、まあ、パソコンなんだけど、まあ、開封してね、えー、一応まあ完全初期化して使ってみました。はい。でね、あのー、まあ、特にね、そこまでする必要はなかったかな。まあ、そのまま箱出しして、 えー、まあ、まあ、IT とかパスワードを入れてね、えー、使っても、まあ、十分だったのかなと思います。はい。でね、まあ、4980円という値段ですよ、この本体ね、この富士通のパソコン。えー、ヤフーショッピング、これ検索するとね、4980円ぐらいでねあの、パソコン、本当にいっぱいあります。もっと安いのもありますよ。えっと、Windows 7とかだったら4000円切ってます。3980円とかでね、 えー、売られております、はいまあ、僕、今回、まあ、Windows 10、これが良かったんでね、まあ、こちらにしましたけれども、まあ、OS も別に、えー、それでもいいよという方であればね、もっとお安く購入することができます。はい、でですね、えーまあ、ちょっとね、まあ、この中古なんでね、まあ、こんな感じで、ここに傷があったり、あとはまあ、 この、まあ、コア2ディアの,、ま、の CPU なんだけど、ちょっとこのシールは色あせてあったりとか、まあ、全体的に、まあやっぱりそのこれまあ10年ぐらい前のパソコンなのかな。まあいかにも10年前のパソコンですよというような佇まいではあります。外観はね。うん、ただですね、中古とはいえ、結構ね手入れは行き届いてるんですよ。まあ、例えばここ、ま、あのこれはまあ 通風口になるわけけですけどこの辺の埃とかがもうちゃんときれいに掃除してあるし後ろのファンもね、えー、きれいな状態でしたでもちろんこの DVD のこのドライブこれもまあちゃんと読み込みますしマイクとかヘッドホンの端子もちゃんとしっかりしてる USB ポートはね表に2つと裏に4つあるんだけどちゃんと全部ねあの認識してくれるとこういったね、まあ、基本的な動作がちゃんとしてる っていうところをきちんとね、なんかまあ、点検とかメンテナンスとか、えー、やってるなという印象がありました。まあ、あの、まあ、最初はね、なんかちょっと不安だったんだけど、まあ、ヤフオクでね、なんかよくわけのわかんないものを買うよりは、やっぱり一応専門の業者がね、手を入れてるよというものはね、まあ、安心できるかなと、えー、思いましたね。はい。 でですね、えー、他にもですね、まあ、あの、このデスクトップパソコン自体はね、まあ、うちのチャンネルでやるのは本当初めてです。今回初めて。で、僕自身もデスクトップ PC 使うのはね、実に久しぶりで、まあ、これまではどうやってたかって言ったらですね、まあ、Windows タブレットとか、StickPC とか、あと最近だとね、あのビッグカメラで買ったノートパソコンですね。えー、まあ、それを、 モニターさしてね、まあ、ディスクトップ PC 風に使っていたという経緯があってね、まあ、こういう本格的なやつはね、まあ、今回うちのチャンネルでは初めて、えー、と取り扱うことになります。はい、で、まあ、久しぶりにね、使ってみたんだけどね、いくつかね、慌てましたね。まず一つ、買って開封後、すぐに電源入りませんでした。ああ、やばと思ってね、それ原因何かって言ったらね、この USB 関係のアイテムをね、さしすぎたんですよ、なんでもかんでも。 もう最初の段階でこうズボズボっとこうもうプリンタエラー何やらかんやらね、差しまくってね、電源を投入したので、それが原因で起動しませんでした。原因はね、この USB ハブがダメでしたね。うん、で最初はもうキーボードとマウスだけ差してから電源投入というのが良かったですね。はい、であとは無線 LAN。はいえー、これはあの有線 LAN ポートが入っているので、無線 LAN はついてません。なので、 えと外付けの、ねまあ、無線乱呼器を、まあ、持ってたのでね、それを使ったんだけども、やっぱりね、これもね、あのー、なんていうのかな、デバイス,デバイスっていうのドライバーか。ドライバーをネットで、ね、インストールしなきゃいけないんだけど、当然、ネットにつながってないわけだからね。うんまあ、僕、うちにはこのモバイル通信環境しかないのでね、自宅はね、このポケット Wi-Fi のこう、これでね。 やっっててるだけななののでで有線ケーブルいいうのはないんですよ光も ADSA もねやってないんでね、うん。そこでちょっと慌てました、えー。これは別のパソコンからドライバーをーダウンロードして US メリ USB メモリに挿して、まあ、このパソコンに挿してね。で、これでインストールして使ったということでございます。はいまあ、僕自身ね、まあ、パソコン初心者みたいなもんだけど、ま 全くの初心者が使うには、まあ、そういったそのところはちょっと注意したほうがいいかなと思いましたね、はい。でね、もう最初のうちは、ハードディスクもね、ここランプあるんだけども、ガリ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 言いっぱなしでね、えー、もう大変でした。初日はね、本当ねそういう初期設定とか、あとは OS の更新、もうそれに明け暮れましたね。それで、まあ、ほぼ1日潰れたとって、 慣れた人ならね、あのー、何でもすぐできるけどね。うん、で一応 DVD ドライブあるけど、あのー、映画とかの、ね、一般的な DVD 視聴できません。まずそのままだと。なので、こういうですね、僕これ VLC っていうアプリね、これね。ちょ見えるかな ?VLC っていうアプリ入れたんですよ。VLC。これ無料のソフトです。窓の森から。 ダウンロードしてね、使いましたけど。まあ、これがあれば、えっ、ー、と、まあ、映画とかもね、えー、これで見ること、DVD のね、まあ、レンタルで帰ってきて、見ることができます。あ、ブルーレイはダメですよ。あの、DVD だけね、うん、これで視聴できますので、えー、参考にしてみてください。うん。といったところかな。ちょっとね、調べてみたら、ここのね、僕が買ったお店ね、えー、ヤフーショッピングのこれ、なんてお店だったかなあ。ジャンクショップだったかな。か、なんか、そんな感じのね、 お店でしたけれども、まあ動画説明欄にね、あのー、そういった過去の動画であったり、まあ買った経緯だったり、お店であったり、まあパソコンのスペックであったりってなまあ過去の動画あ、説明欄にリンク貼っておきますのでね、興味のある方はまだチェックしてみてください。うん。で、買ったんだけど、まあパソコン本体4,980円だったんだけどね、モニターセットでもね、売ってましたね。えっ、ー、と6,800円ぐらいからあったかな。安いなと思って。 まあ一応僕はこれね、まあ自前のモニター、これ8980円で買ったんだけど、まあ中古でもいいんであればね、あの、まあそういうセットものもあるので、まあディスプレイもね欲しいよという方はそれで買われるといいかもしれません。まあキーボードとかマウスとかね、こういったもの安いですからね、スピーカーとか USB ハブとか、マイクとかヘッドホンとかね、こんなのは安いですから、まあやっぱモニターだけはね、まあ全く持ってないんだったらそういったところで買われると、 セットで買うとね、安く購入することができますので、またそれもな検討してみてください。はい。えー、それからですね、えー、まあ、あの、これまでねあの、タブレットとかをデスクトップ PC として使ったんだけど、まあ、今回みたいに、まあ、本格的なものを買うのは、まあ,あ、当チャンネルでは初ということなんだけど、 やっぱ本体はでかいよねと思いましたね、これほら。もうドカーンと。前まではね、もうほんともう薄型だからさ、あの、ほとんどないのと一緒だったんだけどね、今回はやっぱさすがにこれ、でかいなと思いましたね。一応ね、スリムパソコンらしいですよ。この DVD がこの、なんて言うんだろうね、普通さ、DVD って横向いてんだけど、これ縦にして、なるべく幅を、これでも狭めてんだなと思ってね、う。ん えー、いうことでございます。はい。で、えっ、ー、と、一応、まあ、基本的なスペック言うとね、まあ、c o r e 2 d オ o っていう CPU なんですクロック周波数は 3GHz になってますね。これは E8400 という c o r e 2 d オ、o 3GB あったので、えー、これね、あの、買う時もね、いろいろ他の商品、あの、30個ぐらいあったんだけどね、4キュッパーのパソコン。 その中でもクロック周波数の高いものを、ね、選んだらこれだったんだけれども、うんえー、ストレージも 320GB あります。はい、でメモリは、ね、2GB ですよ。スマホみたいですよね。ギガ。はい。 で、そう。あのー、ストレージはね、SSD じゃないんです。ハードディスクなんです。で、これ買うときもあったんですよね。あのー、どうしようかなと思う。オプションでね、作れるお店もあったんですよ。最初からね。SSD にしたり、メモリを増設したりっていうサービスあったんだけど、他のお店だけどね。うんうん、ただ、金額的にもね、1万4、0千円まで張り上がっちゃうんですよ。4900円。 4パのソコンで1万4までがあるのかと思ってねまあ、まあそれはそれでいいんだけど、えー、じゃあとりあえず、あの、素のままでね、4キュッパのままで買ってみようよということで買ってみました。はい。でね、どうだったかというところ、ね。まずはストレージブーム、ハードディスク3 2 0ギガというところね、ストレージ。えー、今のシリーはね、SSD で高速化されてますけども、ハードディスクドライブってどうなのよというところね、これ使ってみたんだけど、 確かにね、起動時間っていうのはね、50秒かかるんですよ、50秒。これね、SSD だったらもう半分か半分以下ぐらいで立ち上がるんだけど、えー、っと、これどうなのかなと思ったんだけどね、デスクトップで使う分にはね、意外とこれ問題、気にはね、そんなんならないんですよね。なんかこう、椅子に座ってどっこでしょ、さあやるかみたいな感じで、 やってるもんだからそんなにね慌てないっていうか、うん、なんかコーヒー1杯飲みながらさあやるかっていうノリでやるからね意外とねこれ僕が使った印象ではね、まあ、50秒5分10分かかるのはちょっとね困るけど50秒ならまあ十分じゃないかなと立ち上がるのがね、うん、であとその起動速度っていうのかななんかこう使ってみてのその 速さですねこの辺はメモリとかにも起因するんだろうけど、まあこれね、OS がね、Windows 10の3 2ビットなんですね。で、3 2ビットだと意外とメモリが2ギガでも、まあ普通だなという、まあ別にその思いとかっていうシーンはあー、まあ3日間使っただけだけどね、まあ皆無でしたね。普通にサクサクと、えー、動いてくれます。 で、えぇ、ー、まあ、省電力性能という点でいけば、当然、スティック PC なんかには、全然、全くね、省電力性能はまあ及びませんけども、あの、使わない間は、スリープモードが使えるんですね。まあ、ここ、電源ボタンを押して、はい、ここ電源ポチッと押すと、えと、この電源のところの中の項目にね、まあ、こう、まあ、スリープ、シャットダウン、再起動ってあるのがあるので、まあ、お昼ご飯食べに行くとかね、 まあそういうときは、シャットダウンまでせずに、スリープ状態で待機していくと。っていう風にして使えば、もうファンも停止するしですね、最小限の消費電流でスタンバイしてくれるんでね、そうすればもう立ち上がりもすぐです。あのもう、このマウスをね、カチッともう動かすだけでもうすぐ起動を立ち上がってくれるんで、えー、意外とハードディスクもね、Windows 10だったら問題ないかなと思ってね、あのー、 一日つけっぱなしでもね、動作が重くなったりってことはないんですよ、全然。えー、このあたりはね、やっぱ OS の進化が、やっぱ効いてるのかなと、えー、思った次第でございます。はい。で、まあね、パソコンに求めるものっていうのはね、まあ、人それぞれ、やっぱ Windows のパソコンっていうのはね、何でもやらせてこそ Windows ってことでね、えー、なんだけども、あのー、まあ、ハードな使い方、 まあ 3D ゲームでグリグリやるぞとかね。まああと何てうのまあその 3D ソフトでなんかこうバリバリ仕事で稼いでやるぜと、えー、いうような使い方はまあ無理かもしんない。ね、えー。動画編集をね、超スピードで書き出しするぞという使い方はこれはできないと思います。ただですね、まあ僕のようにまあ、取手出し YouTuber で えーまあ、あとは、ウェブライターとしてね、普段原稿を物書きして、記事を書いたり、まあ、写真も撮るんでね、えーまあ、簡単な写真編集をやると、まあ、言ったぐらい、まあ、ゲームでもね、ウェブブラウザーゲームとか、うんまあ、動画編集、動画視聴って YouTube 見たり、Amazon のプライムビデオ見たり、ね、そういった使い方、年賀状印刷するとかね、まあ、それぐらいであれば全然これ、 こと足ります。ほぼできます、何でも。もうんまあ、パソコンっていうのはね、今やもう性能が行き詰まっているというふうにも言われています。これ逆に言うとですね、えー、安価な中古パソコンを買うには好都合かなと。安くてもね、全然普通に使えるんですよ。OS もだって最新ですよ、Windows 10. 更新ししてくれるしねうん、まあ、こういう買い方っていうのもね、ありなのかなと。今の世の中ほとんどまあね、タブレット、スマホで用を済ませてる。パソコンも使わないよという方も、まあ、4キュッパだったらちょっと試しに買ってみようかなっていうふうになりませんかね。まあ、もちろん、この他にもディスプレイも必要ですけれども、 セットで買えば、そんな高い負担にはなりません、えー。フルセットでもどうでしょうね。1万円ぐらいでできるんじゃないかな。まあ、本体、モニターセット、まあだいたい6、7000円で購入して、まああとはスピーカーとかキーボード、この辺なんかはもう数百円、1000円しませんからね。こうやってのをつければ、一応、パソコンとして使うことができますんでね。はい。 えーまあ、パソコンデビューにも、まあ、こういったチョイス、えー、いいんじゃないのかなと思います、はい。というわけでね、今回ちょっと長々としゃべりましたけれども、まあ、4,980円のパソコン、えー、2、3値ね、使ってみた感想を,を動画にしてみました、えー。うちのチャンネルではね、このように、まあ、パソコンとかスマホやタブレットといったガジェット関係、それから100均レビューとかね、 うん、それからショップレポではカップ焼きそばとかね。うん、そして YouTuber としての僕のまあスタンスとか生き方とかね、節約生活とか、まあ、そういったお話を動画にしております、えー。このチャンネルがね、いいなと思ったらぜひ登録の方もよろしくお願いします。ということでチャンネルサタチューンでした。また次の動画でお会いしましょう。